はい、こんばんは、文具王です。文具王の文具、深夜便今日はこんなお話です。はい。えー、今日はですね、まあ、あの、もう恒例になってまいりましたけれども、えー、宝島社の TJ ムックの新作ですということで、えー、ま、紹介していきたいなということなんですけれども、またかとっていう感じではあるんですが、 今回ちょっと事情が違いますということでですね。ま、私的になんですけどね。私的にいろいろと事情が違っておりまして、え、いろいろとですね、皆さんに言いたいこともあるし、ま、言っておかねばならんこともあるというところでですね。ま、今回そんな話ではあるんですね。え、6月29日発売ということで、ま、昨日出たことになっているわけですけれども、え、今回はですね、あの、ま、テーマになっているのが、サンスターブングのアームフデれってやつですね。あの、像が踏んでも壊れないで有名なあの伝説のペンケースですよ。 ね、えー、な、わけですよ。なんですが、ね、えー、サンスター文具でしょ僕、前職サンスター文具の企画開発ですよね。で、文、え、豪、ー、ですよね。で、コレクターですよね。いろいろあるじゃないですか。でなってくるとですね、えー、今回、えー、この、ね、アーム筆入れのお話の中に出てくるですね、インタビュー記事のところなんですけども、 ね。なんと、私が出てるっていうですね。まあ、こんな状況が起こっております。まあ、しかもね、対談でね、えー、ブングソムリエールの、あの、神里さんと対談ということでですね。まあ、こんなところに出てるんで、非常に恐縮です。ね。えー、いつも、まあ、16ページしかない中で何の話書くんだよ、みたいな話になってるんですけども、その中でですね、なんと2ページを私が使ってしまっているっていうのが今回のですね、えー、非常に恐縮なところではあるんですけれども、そんな感じでですね、えー、この、あ、ム理リね、の、 えー、まあ、ムックが出ましたというところですね。一応、まあ、歴史の話とかもちょっと語ったりはしてるんですけど、まあ、2ページなんでね、まあ、あれだったりはするんですけども、そんな話で、えー、自分が出ちゃってるので、今回はですね、えー、まあ、あのん、まあ、自分の宣伝みたいな感じの告知になっておりますということなんで、まあ、いつもの、えー、宝島社買ってきた面白いよっていうのとは、またちょっと違ってきます。しかも、今回は、まあ、アームデイレがテーマになってるんですけども、ちょっとおかしくないですかって話なんですよ。ね。 あの、これ私が言うのもなんですけど、これ別に僕が企画したわけでもないし、えっと、僕監修でもないですよ。僕はあの、インタビューに答えただけなんで、って一応断っておきますが、ね。アームフェデリアですよ。これまでにもいろんなムックあったじゃないですか。えっと、ま、桜クレパスさんとか、それからね、トンボのものとか、ズ版ンシリーズとかね。いろいろありましたよね。あったんですけども、これまでのものは、ま、基本的にはね、ええ、ま、そのね、 え、昔の、まあ、懐かしい。まあ、今でも現行品とかでもあったりはするんですけれども、そういうのの懐かしいグラフィックを使った、まあ、なんかポーチだったりとかいろんなものがあるわけです。まあ、今回も弁ースなわけですけれども、ね。えー、あの、何があれかっていうとですね、えー、今回のアーム筆入れって実は、今でも現役で販売されてるわけですね。まあ、あの、こんな感じなんですけど、これはあの現行品のアーム筆入れということで、今普通にお店に出ている、 え、行品です。っていうのがあるわけですね。まあもちろん昔のものとは形が違ってるんだけど、こういうものが市場に出ていますという中で、アーム筆入れがテーマになってますというところなんですね。まあそれは図案シリーズもそうなんですけども、え、その図案シリーズの場合っていうのは、え、まあ、テーマになっているのはスケッチブックですよね。で、スケッチブックの図案が可愛いからっていうのを利用して、まあそれを使った、まあポーチだったりとか、カードケースだったりみたいなものになってるわけじゃないですか。 あの、例えばトンボのものとかでも消しゴムの形をしたポーチですよとか、ツバメノートの形をした、なんかね、そういうあの、ね、ガジェットが入るようなマルチケースだったりとかっていうわけじゃないですか。なんですけども、今回なんと、アーム筆入れがテーマのタフなペンケースなんですよ。アーム筆入れのデザインを使ったペンケースなんですよ。おいって感じじゃないですか。 ね、もう先に見せちゃいますけれども、こんな感じのものが入っています。ドーンっていうね、えー、ことになってるわけですよ。ここはね、あの、いや、アーム筆入れの図案を使った、まあ、これまでにもね、あの、ここ、中にも載ってるんですけども、これまでにも、ね、アーム筆入れの図案が可愛いからっていうことが、アームくんっていうんですけどね、このゾウさんね。 あの、昔いた、あの、昔のアーム筆入れの、この、帯紙についていたゾウさんなんですけど、可愛いからって言って、いろんなレトログッズは出てるんですよ。ね。で、まあこんな感じでですね、いろいろあの、トートとか、それからあの、ノートとかね、あの、マスキングテープとかいろいろ出てたりはします。出てるんですけども、ここで、あえてペンケースをつけるっていうところがですね、なかなかちょっと気になるところじゃないですか。 ね。で、しかもここにはですね、えー、まあ当然のようにですけども、像が踏んでも壊れないって書いてあります。<laughs> お大丈夫かって感じですね。まあちなみにあの、この像なんですけれども、あの、まあもちろん僕はね、あの、コレクターなんで持ってたりするわけですけど、これはあの、当時のやつですね。 で、あの、まあ、アームフデリ自体は1965年から出てるんで、もうね、57年とか、そんな感じのね、アイテムではあるんですけれども、その昔のやつですね。これが一番最初かっていうと,と、これちょっと途中だと思うんですけど、これ色々書いてあって面白いので、これをちょっとね、今回は出してみましたけれども、ここにいるゾウさんですね。 これちょ可愛いいですよね。で、それがちゃんとここにですね、えっ、ー、と、今使われてるやつ。で、まあ、ゾウさんがこのペンケースを踏んで、この星マークがピカーって出てるっていうところがですね、まあ、このアームくんなわけですけれども、まあ、今でもやっぱりね、えー、こんな感じでですね、可愛いいので、ということで、<laughs> 今回こんな感じになってるんですけれども、さてっていうね、 これいろいろ突っ込みどころがいっぱいありませんまず、まあこれね、ペンケースがあるにも関わらずペンケースなのかよっていうのがまずありながらも、え像、ー、が踏んでも壊れないっていう、まあこれは、これここに書いてあるのはあれですけども、この図案を持ってきた時に、こう書いちゃってるんですよね。で、本当かっていう話なんですけど、これ多分ね、像が、象には踏ませない方がいいと思います。ね、これはあくまで、 象が踏んでも壊れないっていうのが書かれている昔の筆入れのデザインをここにつけた別の筆入れですっていうところなんですよね <laughs>。なんで、これもあの別にサンスターが、ええ、その商品として作っているペンケースではないので、これ実際どこを作ってんのかわかるんないですよね。サンスターが作ってるのかもしれないですけども、少なくともですね、えっと、このペンケース自体がですね、まあ、あの、今の、 こっちはね、えっ、ー、と、一応、ええー、こう、ゆっくり荷重をかけていくと1.5トンまで耐えられるっていうのは、あの、試験結果が出てるっていうのがいつも載ってるわけですけども、これ1.5トンまで耐えられるけど、これは多分1.5トン絶対無理だと思うんですよ。ちょっとふかふかしてるね。で、こんな感じになってます。はい。 ま、ちょいちょいありますよね。こんな形で。えっ、ー、と、一応、成形なんだけれども、あのー、ね、ちょっと柔らかい素材でできています。まあ、像が踏んだ場合には、多分、べこって一回凹むと思います。まあ、それを内側からもう一回ギュって押したら、ポコって戻ってくるかもしれないですけれども、まあ、それを壊れたと言うか言わないか問題っていうのはあるんですけども。 ね、あの、ファスナーなんで別に、じゃあ、あの、使えなくなるかって言ったら、まあまあ、あの、頑張れば使えるかなっていう気がしなくもないですけれども、えー、ゾーンにはふわ踏ませない方がいいと思います。一回凹むと思います。ね、あと中身が入っていた場合は、ペンケースは、まあ、元に戻せても中身が潰れる可能性があるので、これは多分踏ませちゃダメだなと思うんですけど、そんな感じのペンケースがついておりますと。<laughs> もう本当にですね、こ、これはでもね、 なかなか勇気がいるよね。ここに像が踏んでも壊れないって書いちゃうところはね。では思いますというところなんですけれども。なので、これはあくまで図案ですよという感じのペンケースです <laughs>。で、まあ今回特徴としてはそんな感じでですね。とは言いつつもですね、かなりしっかりはしてるんですよね。あの、まあこういうタイプのペンケースは他にも見たことあるとは思うんですけども、かなり丈夫で軽くて。で、あの、まあ、真ん中ファスナーではあるんですけれども、かなりね、 えー、しっかりした感じですね。まあ、像に踏ませるのは推奨しないけれども、普通に使ってる時に壊れるかったのもそんなことはないだろうということで、タフなペンケースというふうになっています。まあ、発売当時のラベルデザインを再現、ね、っていうふうになってますね。えっ、ー、と、ここに書いてますね。あ、書いてる書いてる。はい、はい。えー、こちらは踏まないように大切に使ってねって言って、ウさんの絵が入ってますということでね。うん。 ロンと絶妙なセミハードケで、えっ、ー、とー、まあ、開けるとどんな風になってるかというと、パカッと開けるとこんな感じになっていますよと、片側がこう、ちょっと立体的な形にね、両方ともなっているので、で片側はこのメッシュの、えー、こんな感じでポケットになってるんですけど、ここにね、ある程度厚みがある形です。で、真ん中のところに仕切りがあって、こっち側もへこんでますよと、で仕切りの部分はこれ、あの、こういう感じですね。 あの、ま、あマジックテープっていうかですね。あの、ベルグロっていうか、あの、面ファスナーでついてますね。ということで、ここのところは、ま、あ付け外しができるので、この真ん中の仕切りは外しても使うことができますよ、という感じになっています。ちょっと中身入れてみますかね。どのぐらい入るかっていうと、ちょっとだから、えっと、現行のアーム筆入れは、これ鉛筆が入るのが前提なんですよね。なんで、えっと、ここだけでも15センチぐらいないと鉛筆が入らないので、鉛筆が入る、プラス消しゴムが入るので、かなりでかいんですけれど、 も今回のこっちはやっぱ買う人一応ね懐かしいねって言って買う人なんでも大人用ということでまああのペン。 が、対象かなというふうに思いますということで、まあ、こんな感じでですね、普通にあの、サインペンとかそんなのは普通に入りますけれども、ということですね。まあ、こんな感じになります。今、6本ぐらいに22ピ入れましたけれども、こんな感じで入ります。で、まあ、あとは、例えば消しゴムとかこ入れますよ、というところで入ります。で、えー、ま、こういうところによく使うペンとかを入れてみますかね。ということで、まあ、シャーペンとか、マルチペンとか入れてこんな感じで、まあ、3、4本こういうところに入るのかなと。 で、こっち側のポケットのところには、まあ、例えば定規を入れて、で、厚みがあるので、まあ、例えばこういうね、えっ、ー、と、マスキングテープとか、それからこういうですね、まあ、ハサミだったりとか、シャーシンだったりとか、修正テープだったりとか、まあ、こんなものを入れることができますよと。一応ね、ここがやっぱり、あの、今だとクリップがこう出てるので、これのね、当たる反対側はちょっと、 えっと、開けといた方がいいかもしれませんけれども、このぐらいだったらですね、入った状態で全然閉めて、閉めることができますよということで、こんな感じになりますというところですね。まあまあ容量はあるかなと思いますね。なんで、普通にあのペンケースとして、よく使うシャーペンとかカラーペンとかを入れて、その他えごちゃごちゃえ入れておく分には、このぐらいで十分入るかなという感じのペンケースになっていますという感じですね。はい。 いうことで、であとは、まあ特徴としては、ね、ここですね、あの引き手のところにアーム君がいますっていうことなんですけれども、こんな感じでアーム君がいます。ね、えっと、これ、引き手についているので、まあチャームとしては、ここにもついてるんですけど、これ、あのここのところがね、あのカニカンになってるので、ここをこうクッと開けてあげると外れます。外れるので、えっと他の自分のね、持ち物につけてあげることもできるよっていう形になっておりますと。 これちょっと今曇ってるように見えたんですけども、実はこれ剥がすとあれですね。えっと、アクリルのま保護フィルムが入ってあるので、ここのところを剥がすとこんな感じかなというところですね。はい。ってな感じになっています。これはこれで可愛いよね。裏吊りになってる感じですね。で、アクリルチャームがついています。っていう。 ものですねなんで、まあ、ここにつけといてもいいし、これをですね、まあ、他に自分のねカバンとかそういうものにつけてもいいかなと思います。ということで、可愛らしいえ仕様になってます。で、まあ、実用性っていうところでいくと、まあ、もちろんね、えっと、これは、小学生を対象にして、やっぱり考えて作っているので、ね、今でもね、あれですよ、あの、学校によっては指定になっている学校もあるんですよ。 んで、えー、やっぱり子供たちに壊れないペンケースを長く大事に使うようにということで、教育方針としてこれを使ってるって学校もあるわけですけれども、まあ、あの、大人目線で考えればね、もちろん、これあの、だってしかもこうやって開けるとですね、中にね、鉛筆の専用ホルダーとかついてたりするわけですけども、やっぱ大人が使おうと思うと、まあそこはね、えー、なくていいよねっていう感じだったりするので、まあそれはそれですよねっていうことで、もこんな感じになってます。という。 ことなので。えー、まあむしろですね。まあアーム筆入れを忍びつつ、まあ今使うんだったらこれでいいのかなという気もしなくもないかなと思います。あのリアルにゾウに踏ませたい人はいないですよね。もうね、いい大人ですから。ね、あのー、これを持ってってですね、あのー、ね、像の公園に行って、まああの最初に踏んだのシャボテン公園の。 えだそうですけれどもその後ね、上野の動物園のゾウも踏んだらしいですけれども、まあ、あの、動物園に行ってですね、投げ込んだりしないように、像は賢いので、えー、ペンケース踏まなかったそうですね。で、踏まないので、すごい踏んでもらうのに苦労したっていう話はよく、えー、語られています。まあ、そんな感じでですね、まあ、こんな感じのペンケースが入っています。で、まあ、一応、ムックの方なんですけれども、まあ、あの、大変恐縮ですが、あの、文具をこういうところに出ててですね、 えー、いろんな、えっ、ー、と、サンサーの話をちょこちょこしています。まあ僕はやっぱりあの、サンサーに入った時にはですね、このアーム筆入れを作った、えー、伊藤さんですね。もうあの、今はあの、知りてますけど、当時、えっ、ー、と、僕が入った時には、えっ、ー、と、えー、専務だったのが入ってすぐぐらいに社長になったんですけれども、 まあ今、先々代の社長ということで、ここにね、載ってますけども、伊藤さんっていう方がえおりまして、この人がですね、まあ当時え企画をやっていた時にですね、作ったものだよということでですね、まあこの、 あの、当時ね、だから僕が入ってすぐぐらいからずっと社長だったので、えっ、ー、とー、まあ、あの、僕、会社入ってからですね、まあ、この人にですね、いろいろと教えられたりとか、昔の武勇伝を聞かされたりとかしてたので、<laughs> アンテデルについては、あれこれ聞かされてきたわけですけれども、その、えー、伊藤さんのですね、コメントとかが入っていてですね、まあ、昔はこうだったんだよ、みたいな話が書いてあります、ということがありますね。 うん。で、まあ、もともと、この、サンスター文具自体がですね、まあ、アイデア文具みたいなところから始まっているっていうところがあってですね。えー、なので、まあ、そんな感じなんですけど、やっぱり、あの、ペンケース強かったので、まあ、その後、いろんなペンケースでね、えー、当時人気の。えっ、ー、と、まあ、今でもね、ペンケース強いじゃないですか、サンスター文具って。なんか、あの、アイデアのあるペンケースね。 いろいろ作ります。まあ、たまにはね、あの、枕になるペンケースとかわけわかんないものも作りますけれども、まあ、割とサンスター文具っていうとペンケースっていうイメージはあるかなと思います。というところなんで、まあ、それを作った、まあ、ね、えー、ところでということで、まあ、あの、このね。 え、伊藤さんが乗ってるっていうね。だったりします。あと、アームくんね、あの、時々、あの、柄が変わるんだよね。で、いうことでですね。まあ、一番、まあ、あの、最初から言ってですね、人気あるのはこの、アームくんなんですけども、途中でね、あの、いろんなアームくんが出てきたりとかいう話も書かれていたりするので、まあ、そういうところはね、ちょっとね、え、ゆっくり見ていただければと思います。という感じです。で、いうことなんですけども、で、今日ね、あの、ま、こういう、ほら、アームで お見せしますけども、あの、これ昔のやつですけど、これはね、あの、中紙もちょっとかっこよくて僕は好きなんですけど、動画踏んでも壊れないって書いてあって、ポリカーボネード製って書いてありますね。 あの、まあ、知らない方もいらっしゃるかもしれないので一応言っておきますけれども、その1965年当時ですね、えっ、ー、と、ペンケースの材料っていうとですね、えー、まあ、多かったのが割とセルロイドとかがすごく多かったりとか、セルロイドって今でもね、えっ、ー、と、まあ、一部のものには使われますね。マネ筆の軸だったりとか、ギターのピックだったりとか、あのー、ね、ちょっとノスタルジックな感じで使われることもあるんですけれども、 えーと、そういう材料だったんです。セルロイドってあんま強度がなくて、まあ壊れやすいのもあるんですけども、引火しやすいっていう問題があって、あれ結構危ないんですよ。危険物に該当するんですね。あの、本当に火がつきやすくてですね、あの火事になりやすいっていうのが、まあ、あの問題だったり、あとそれ以外にも使われてて、今でもね、いろんなものに使われてますけれども、あの、えーと、えーと、なんだ。 いろんなね、材料があるわけですけれども、アクリルとかっていうのは非常に、まあ、あの、その、割れやすいんですよね。で、だったりとか、あの、スチロール系の樹脂っていうのがあって、まあ、いろいろ、まあ、あの、前だったら、もう最近あんまりないですけども、あの、昔だったらですね、あの、CD のケースとかね、そういうのに使われてたような、 も、えー、ものもあったりすするんですけど、まあ、どちらにしてもやっぱり、えー、と綺麗なんだけど壊れやすいっていうやつが、まあ、多かったんですよね。でこれはあの、まあ、ポリカボネートっていう材料は、まあ、今どんなものに使われてるかっていう機動体が持ってる盾だったりとかあの透明な盾とかありますよね。とかあのバイクのカウルだったりとか、まあ、あのいろんなところで使われるんですけれども要はプラスチック素材で割れにくくて衝撃に強いっていうのが。 あのまあこれの。で透明度が高いっていうのはいいんですけどもということでそういうところに使われる材料ですよと。ただねあのポリカボネートはやっぱりあの加工のしやすさっていうところでいくとちょっと難しいっていうのもあるしもう、まあ、そもそも原料の値段が高いっていうのもあったりして当時は高級品としてですねだったんですけれどもで、まあ、ペンケースに使ったのは、まあ、これがね、えー、初めてだったみたいです。あのええー、これを企画したその伊藤さんはそのねえー、よくもう 割とね、あの、昔の懐かし系のテレビでよく出てきますけども、えー、当時の暴走族、雷族って呼ばれてた暴走族はですね、まああのー、まあ反体制をですね、まああの、叫ぶにあたってですね、あのー、まあ信号機っていうのを、まあね、えー、 まあね、信号機に対してですね、石を投げたりとか、まあそういうことでですね、まあ公共のそういうものをですね、ルールを壊すみたいな感じでですね、信号機に石投げるっていうのがあってですね、まあそういう野蛮な行為があったわけですけれども、その時にね、あの、信号機って全然びくともしなかったみたいなんですね。で、それを見て、あれはガラスじゃないのかって言って、あの、あ、なんで割れないんだって言って、なんかね、えっと、警察に聞きに行ったっていう話があって、まあどこまで本当か知らないんですけども、 で、聞きに行ったら、いやいや、あれプラスチックの材料だよと。で、えー、で、え、プラスチックでもそんなすごいものがあるんですかって言ってですね、えっ、ー、と、当時、材料屋さんに聞きに行ったらですね、あの、ポリカボネードっていうのは強いのがあるからっていうのでですね、で、そっからまあこれができたと。まあ、ただあの、まあ本当にあの、子供が踏んでも壊れない。 え、仕様にしちゃうとですね、え、まああの、一回買ったら壊れないから売れないんじゃないのかみたいな話とかいろんな話があって、まあ難航したよみたいな話はよく言われるんですけども、なんだかんだそんなことをやってる、まあね、あの、あったんですけれども、なんとか、まあ難しい開発をしてですね、商品化してみたら、まあすごい売れたと。まあ特にね、出してから2年後だったかな。 えっと、65年に出て、67年だったかな。あの、ちょっと後なんですよね。テレビ CM をやって。で、あの、像が踏んでも壊れないっていうテレビの広告をやったところ、もう爆発的な人気になったというふうに聞いております。というところですね。で、本当はこれ、アームフデイレ、いっぱい持ってるんですよ、僕。で、あの、アームフデイレの、あの <laughs>、やっぱりね、自分がやっぱり関わった会社のものじゃないですか。 なんで、アームフデイで僕好きなんで、やっぱりね、いろいろ持ってるんですね。で、あの、古いところで中古で見つけたりするとですね、買って集めたりとかしてるわけですよ。なんで、 え、僕、数十本アームフデール持ってたりするんですけれども、そのいいやつをね、こう、手元にきちんと置いてあったんですけど、今日それを見せようと思ったんですけども、残念ながらちょっとですね、あの、事情があって今手元にないんですよ。で、なんでかっていうとですね、これをやった時にですね、サンスターブングでこの話をしてるんですけど、この机の上にバラバラって並んでるじゃないですか。とか、あと、こういうところに載ってる、ね、あのー、 こういうところにですね、まあアームフレイルの写真が載ってるんですけど、ここに載ってるアーム筆ですね、あの、僕の私物が半分以上混ざってるっていう状況だったりしますと。あの、サンスターももちろん古いやつ持ってるんですけれども、サンスター文具が持ってないモデルとか、そういうのもあったりするんですね。で、結構僕がいっぱい持ってるので、この時に、まあ取材の時に、じゃあ持っていきますよって言って、これサンスター文具でね、収録してるんですけども、 持ってったんですよね。で、あの、まとめて持ってったら、こんなのも持ってんだみたいな話になって、ちょっと写真撮らせてくださいみたいな話で、えー、一旦貸し出しをしています。ということで、えー、サンスタフに貸し出しをしているので、今手元にないという状況になっています。なんで、あのここにいっぱい写真が載ってるやつは、あの、僕のやつで、でだからこういうと、ここで、ね、あの、僕こうやって手,手元に持ってますけれども、これあの、アームフデイの出荷箱なんですよ。だあの、 アーム筆入れを、これ1ダースぐらい入ってるのかななんかこれをね、アーム筆入れが出荷される時に入っている、このね、お店に持ってくような箱なんですね。で、昔はね、この段ボールじゃなくてボール紙で綺麗にね、印刷してたんだよね。こういうのがあって、これがなかなかね、ほら、こういうところにもちょこっと映ってるでしょ。で、これね、あの、箱も含めて僕のコレクションなんですね。 で,で、なんでそんな話をしてるし、あと、サンスターで昔の、なんかあのね、えっ、ー、と、好きな文房具ありますかみたいな話で、ここにね、あの、ほら、スパイメモって出てるんですけども、このスパイ手帳シリーズはですね、基本的には全部僕のですっていうことで <laughs>、なんかいろんなアイテムを貸し出ししています。で、今ちょっとサンスター文具のお店っていうお店がですね、えっ、ー、と、池袋の方にあるんですけど、そこに、え、置いてある、あの、ガラスケースの中に入っている、えっ、ー、と、 そのスパイメモですね。スパイメモの昔のやつこれだよっていうのがの置いてあるんですけど、それも僕の貸し出し品なんですね。ということで <laughs>、今自分の手元が手薄になってるっていうね、状況だったりします。ということなんで、まあ、そこら辺をですね、まあ、そのうち回収したらですね、またアームフデイレの話っていうのもね、しっかりしたい。これ結構面白いですよね。で、やっぱりこのアームフデイレが本当に、あのー、ね、 象が踏んでも壊れないのかっていうので、子供たちがですね、まあ、焼きになってこれを壊そうとするみたいなね、買ってきたやつがいたら、まあ,あ、友達がみんなで寄ってたかってね、あの、ジャンプして、あの、上にね、キックして壊そうとしたとかね、いろんなエピソードありますよね。で、まあ、そんな話もあったりするんで、まあ、あの、で、中にはね、これ、個体広告なんじゃないのかって言ってですね、まあ、国会に呼ばれたりとかね、いろんなエピソードがあって面白いんですけども、そんな、 アームフデイルでしたということでですね。まあ、それがですね。まあ、今回はゾーンに踏ませないでねっていうことではあるんですけれども、えー、こういうね、タフなペンケースっていう <laughs>、え、ものがついてますよというモデルが出ましたよというところですね。あ、あと一個ね、トリビア、トリビアというか、あの、今のアームフデイルこれあの、お子さんに買ってあげる人はですね、あの、知っといてください。あの、これね、アームフデイルなんですけれども、えー、ま、あの、 素材が丈夫っていうのがもちろんね、一番の売りなんですよ。で、素材が丈夫で、まあ、あの、形的にはこういうね、あの、こう、シェル型っていうか、えっ、ー、と、一体型になっているので、あの、まあ、モノコック構造ってやつですね。F1 とかでもよく言うやつですね。なので、継ぎ目がないので、このね、えー、押したりとかした時に壊れにくいっていうのはあるんですけれども、それだけじゃなくて、実はもう一個工夫があって、これあの、こうやった時に、パカって開くじゃないですか。 こういう弁当箱タイプのこのペンケースって開くんですけど、これね、こうやっても開かないんですよ。こうやって持っただけだと下落ちないんですよね。で、落ちないんですけれども、え、これね、開けるときにここに、ここにプッシュっていうね、書いてあるじゃないですか。ここにね、刻印が入ってます。ここの、これあの、上と下両方に書いてあるんですけど、上でも下でもどっちでもいいんで、このプッシュって書いてあるところを押してください。そうすると、パカって押すとですね、蓋が開くようになってます。という仕掛けなんですよ。ね。 はい。っていう風になってます。こうやると出ないんだけれども、こうやると開くんだよっていう風になってます。で、なんでかっていうところをね、一応あの、えー、種明かししておくとですね、ここにポッチがついてるんですね。で、ポッチが噛み合うようになってます。ここのポッチですね、下にあるポッチと上にある凹みがですね、ここがパチッとはまるようになってるので、閉めてる状態でこうやってはまってるんですね。 で、開けるときですけど、こうやって持ってもですね、ここを押さえちゃうと開かないんですけれども、まあ、閉めた状態からですね、この端っこの部分ですね、この端っこの部分、ちょっとほら、底が上がってるの分かります斜めに。ね斜めに上がってるので、ここの部分をですね、グッと押すとですね、ここの、 はまってたポッチが外れるようになってるんですね。なんで、ここまでやるとパカッと開きますよ、ということなので、こうはまってる状態から、これだと落ちないよ。でも、こうやると簡単に開くよっていうのが、ポイントになっております。 ということで、まあ、何気にいろんなことを考えてあったりとかしますよというところを、えー、知っといていただければと思いますということで、はい。まあ、そんな感じでですね。まあ、昔のもね、良、えー、かったんですけれども、えー、ちょっとずつは進化していてですね、まあ、今、ニューアームフ入イレっていうね、名前にはなってますけども、アームフデイもありますよという感じです。で、まあ、それを模した形で今回は、えー、ま、こんな感じのですね、アイテムが出ましたというところで、はい。 えーと、ですね、えっと、2280円ということでですね、宝島社からムックが出ております。で、えっと、今回はですね、え文具王からですね、ま、特別に、ま、これのものをね、あの、いつもこうやってね、言うだけ言ってますし、あの、いね、16ページっていうところは変わってません、なんですけれども、まあ、あの、ま、僕が出てるっていうのもありますからね、ということでですね、えー、一つ、ね、えー、 もう一個、もう一個あるんだな。はい。ということでですね、えー、一個、えー、皆さんにですね、プレゼントをしたいと思いますということで、抽選で1名の方に、えー、この、えー、t j m クアームフデイレタフなペンケースブックをですね、えー、プレゼントしたいと思いますので、えー、まあね、興味のある方はですね、え、いつものですね、あのー、詳細欄のところにありますコメントフォームから、 え、ま、アーム筆入れについての思い出もいいですし、思い出でもいいですし、え、それからですね、ま、いろんなコメントですね。え、僕の番組に対してでもいいし、サンスターブングに対してでもいいし、えっと、宝島社に対してでもいいです。ま、あの、でもいいですから、何かしらコメントをください。いただいた方の中からですね、抽選で1名様にですね、ま、このアーム筆入れの、タフなペンケースブック、あの、アーム筆入れの方じゃないですよ。えっと、こっちですね、タフなペンケースブックをですね、 1>, えー、1名様にプレゼントしたいと思いますので、えー、よろしくお願いしますという感じです。はい。ということで、えー、今日は、なんだかよくわかんなくなってますけれども、はい。えーね、ね、えー。アームフデレの像が、本当は像に踏ませちゃいけないけども、像が踏んでも壊れないな、えー、タフなペンケースブックのご紹介でした。以上です。えー、皆さんおやすみなさい。